皆さんこんにちは、青木なのかです。今回は私流の、小顔マッサージの仕方を紹介していきたいと思います。なんか私も教えてほしいぐらいなんですけど、もう中学生とか高1あたりまでは本当に何にもしてなくて、マッサージとかで、なんか高2ぐらいの時に小顔矯正に行って、で自分でやっぱマッサージした方がいいかなと思ってマッサージ し始めるようになって、でそれで、でもやっぱりやってなかった時と毎日やってた時だとやっぱり顔のむくみが全然違くて、本当にめちゃめちゃむくんじゃうんですよ。本当にむくみを取ることによって小顔になれるので、今回はそれを紹介していきたいと思います。それではゴー。まずはじめに、化粧をしてる上からだとやっぱりやりにくいので、メイクを落としていきたいと思います。ということで今メイクを落としてきたんですけど、今ちょっとざっと落としたので、マッサージなので平気かなと思ってリップはしたままなんですけど、早速マッサージの方をしていきたいと思うんですけど、本当にめんどくさがり屋で、なんか一つに済ませようとしちゃう性格でなんかお風呂場でいつも私は小顔マッサージをしてたんですけど、水で濡れてるから、多少滑るのでマッサージできるんですけど、でその滑りが悪かった時に、洗顔とかしてる時にこうちょっと一緒にマッサージしたりとかしたんですけど、ちょっと今はお風呂ではできないので、化粧水と乳液を使ってマッサージの方をしていきたいと思います。まず化粧水をちょっとたっぷり粉になじませていきます。滑りが悪いのでしっかりつけることがポイントです。まずはここ目の下のここの肉をこっちに、こう耳の後ろなんですけど、ここにツボがあるらしくてリンパが流れてるみたいで、ここを押してあげるとすごいリンパが流れて小顔効果になるらしくて、こうお肉をマッサージして、あ違うお肉をマッサージ、なんていうの、顔のマッサージをするときに、これだけだとここに溜まっちゃうので、首の下までこうやって流してあげることがポイントで、でまず私はいつもここから始めるんですけど、まずここをこういう風にこの耳、首の横、耳のここから首の横にリンパが流れてるので、ここをこうやって通るようにして流していきます。これをなんか本当にめっちゃ自分流なので適当なんですけど、20回やってます。いつもここを20回、今20回やったら次にこの下です。なんかここほっぺの、なんていうんだっけ、この骨、ここの頬の一番高いところにある骨があるじゃないですか、そこの下ちょっとくぼむと思うんですけど、ここになんかツボがあるらしくて、ここを通るようにまた同じように20回、めっちゃ顔不細工そしてここ今度ここのこう、ほんとこうやってするのがめちゃめちゃいいんですけど、ここも同じようにここをこうして痛い人はもうめちゃめちゃ老廃物が溜まっちゃってる証拠です。なのでここを同じようにこうやって20回、小顔になれ、小顔、私の顔よ、ちっちゃくなれ心を込めてマッサージします。これも20回同じようにやってきます。たらここのフェイスラインです。フェイスラインもいつもこう親指を使ってグイってやってるんですけど、ここも
耳の後ろの一番最初に紹介したツボなんですけど、ここを押して痛い人も老廃物が溜まってるっていう証拠で、ここもしっかり流してあげると小顔になれます。私も初めの方とかめっちゃ痛くて、でも毎日やってるとやっぱり老廃物がしっかり流れる、リンパが流れるので全然痛くなくなります。で反対も同じようにこれも20回やります。したらいつもこういう風にして、その後にしっかりこうやってお肉を首にたまんないようにしっかり下に流してあげます。そしたらでもどうだろう、やっぱ最初より小さくなった気が、やる前とやる後も結構変わって、めっちゃむくみが取れるので本当におすすめです。撮影の前とかイベントの前とかだったり、いつも朝とかはサボっちゃうんですけど、ちょっと早く起きて化粧水つけてマッサージとかしたりしてます。顔がむくんじゃうのは嫌なので、でここも同じように20回ずつやります。ただこの鎖骨あるじゃないですか、鎖骨もこうやってなんかリンパが流れてるので、鎖骨も本当はこうやってマッサージしてあげるとめちゃめちゃいいです。あとはここなんて言うんだっけ、眉のここ、目のここの、目と鼻のここの間のくぼみあるじゃないですか、ここにツボがあるので押してあげます。だいたい10秒間ぐらい押します。で目のむくみも取れるんですよ、このここを押すと。めっちゃおすすめです。で、あとさっきのこう流した時にも言ったんですけど、このここの頬の骨の下にあるくぼみ、ここにもツボがあるので押してあげます。ここもぐりぐり押してあげます。あとはこのさっきの耳後ろですね、ここもしっかり押してあげます。でも普通にマッサージしててめっちゃ気持ちいいので毎日続けられます。でなんか私はいつもなんかお風呂に温まりながら半身浴しながらとかもこう顔マッサージとかしたりしてます。こんな感じで終了です。終了ですというか、私流の小顔マッサージの紹介だったんですけど、やっぱ結構変わってる気がする。どうですか、あの挨拶の時とよりは。やっぱ少し今やっただけなので分かりづらいとは思うんですけど、でもやっぱり変わったと思います。で本当にめっちゃマッサージ、顔マッサージやっぱり絶対した方がいいのでやってみてください。高校生の時の写真なんですけど、こちらがで、こちらが最近の写真なんですけど、結構やっぱり変わると思うので、本当にめちゃめちゃ簡単なやり方なので、ぜひ皆さんも真似してみてください。はい、ということで今回は私流の小顔マッサージの紹介でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。バイバーイ。